可愛くないですか。リボメイク強め。そう今日ね、いつもとアイラインの引き方変えたらすごいなんかなんていうの、強い目になっちゃった。元から強い目が、いつもねここしか引かないの、ここちゃんしか引かないんだけど、まつげの間を全部埋めたらもうなんか目力すごくて目力すごくて大丈夫かなっていう感じなんですけど、まあはっきりしてていいかなと思います。うん、いつもの方がナチュラル。今日はねラメをつけたんですよ。ここにこうつけたんですよ。だからはっきりして見えるか。目大きく見えるよねこのメイク。どうですか。やっぱでもはっきりしてるのもいいよね。あとアイシャドウここにくってくって入れてる。真似してみてね。かっこかわいい。なるほど、かっこいいも入るのか。そっかそっか、かわいい飛んできた、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは、みんな。ショールーム、これ、あ、落ちちゃった。うーん、大丈夫、すぐつける。うん、つきました。今日はファーがついてますね。なんかさ、すごい私最近ね、自分の喋り方の特徴というか見つけたんですよ。なんか、あ、ちょっとこれもそうだな。なんかすごい根っからの陰キャなんだなっていう喋り方をするんですよ。なんかね、例えばなんか、例えばだけど、まあ、メンバーと喋ってて、先輩とか、先輩はまあなんか緊張するんですよ。まあそれなりに緊張して、なんか言葉が出ないとかそういうことはありえるなって思うんですけど、なんか同期と話してる時は別にまあいい意味で気を使わなくていいんですよ。そう、いい意味で気を使わなくていいにもかかわらず、なんか喋る時に言葉っていうか、あみたいになっちゃうんですよ。なんて言うんだろうな。なんかどんな人に対しても喋る時になんかあみたいな、ちょっと言葉が出るのに数秒かかっちゃうんですよ。わかる？そういう人なんですよ。だから配信中とかも結構そういうこと不意にあるかもしれない。なんか根っからの陰キャなんだなって。陽キャはもうすごい言葉がたくさん出てくるけどっていう、私のまあそこまで大きな差はありませんが、私は陽か陰かって言われたら陰の方かなと思ってます。ハートありがとう、かわいい。これ昨日も飛んできた、ありがとう。みやちゃんこんばんは。こんばんは、かわいい名前。私は結構言葉が出てこなかったりするっていう発見をしました。でそれをルーと倉島と一緒にいるときに、今更なんだけど、なんか私ってルーと倉島に対して、ルーと倉島でさえも言葉に迷う時があるんだよねみたいな言ったらびっくりされました。聞いてる側はそこまでなんか気にならないらしいんですけど、私はすごい気になっちゃう人なんですよね。はい、
最近気づきました。でも握手会は結構頑張ってる方だと思うの。言葉を引き出して頑張ってる方だと思うの。あれはもう本当に来てくれる人の時間を無駄にしちゃいけないから、私なりに言葉の引き出しをもう全開にして頑張っとるよ。頭で考えてから話すタイプ。あーうん、そうかもしれない。うんうんうん、うまく説明してくれたファンの人がでしょ。握手会ではすごい頑張って話してるからそんなことないんですよ。けど普通にまあメンバーとペラペラーって喋ってる時に不意に出ちゃうそういうやつ。ハートありがとう。キュンです。嬉しいな、握手会楽しいって言ってもらえる。ありがとね。今日もバッチリメイクなのね。なんかさ、私的にはなんか今日すごい手抜きなんですよこれそう、本当にベースメイクも下地いらずのファンデーションこれ一つで OK みたいなやつしか塗ってないし、リップも今日薄いし、アイメイクをちゃんとしてるからなのかな。アイメイクも言うてマスカラいつもより薄くしてるけど、いつもねマスカラ3本使うんですよ。下地にもう1本付け足してみたいな。今日2本変わんない変わんない3本も2本も変わらんかったな。さすがにライブとか公演とかは時間かけてちゃんとやりますけど、別に家でいるショールームはいいかなって、ラフでラフな感じがいいかなと思ってる。宮丸さんのメイク配信が見たい。あーそうですね、なんかパーツごととかならいいかもしれないね。例えば鼻のメイク、鼻とか口とか、まあ、アイメイクってなるとすごい変貌しちゃうからなどうなんだろう、マスピンどうなんですかね。でも最近本当にねアイメイク、まつげのまつげパーマしてからすごい楽になりました。このメイクの前の目はビスで見れるかな。まつげが上がってる上がってないくらいかな。アイシャドウの塗り方とかで結構印象変わるかも。うん、ビスのあの目からこうなるみたいな感じかな。ビスの時はもう本当にマスカラも塗ってなかったし、なんかグロスっぽいのをちょんって塗ってもらっただけだったので。すごいハロウィンだ。ショールームもハロウィン仕様になるんだね。なんかショールームって流行りに敏感だよね、すごい思うの。いちいちさ、そのスタンプじゃない、スタンプは大富豪だ、大富豪に洗脳されてるなんだこれ、アイテム、スペシャルギフトっていうのもさ、そうイベントごとにさ、季節のイベントごとに変わってるなって思って、豆だなって思います。可愛いです。うん、秋だ、秋、うん、すごいなって思います。そう大富豪今日結構やってました。9時から頑張んなきゃと思って、結構僅差なんだよな。いや大富豪もう今月は大富豪のことしか考えてない。いやそんなことはないな、それは嘘だった、それは嘘だけど大富豪のことも結構考えてる。今日2回対戦ありがとうね、すごかった。
そう1日に 2,3 回会う人とか稀にいるんですよ。さっき会ってまた会ったみたいな。すごいよね。そういう方はもう本当に運がいいんだと。そっか、12周年も今月だったのか。なかなか今月忙しかった気がするな。今月まだまだ終わりじゃないですけど、そうありがたいことにね、お仕事が復活し始めてますね。嬉しい。5から8は結構僅差。うん、そう、なんかさ不意にさ9位とかになっちゃいそうで怖いんだよね。8位までじゃん今回。だからちょっと頑張んなきゃ。あと1回でみゆちゃんきらめき。おお、すごい。きらめき3回、すごい。もうさ何十回経ってる人いるじゃん、すごくない？いやもう本当に感動してるねえ、面白い。ぜひね、ショールーム、これさみんな今何人が見てるか分かんないですけど、ナウでそうさ見てる人コメントしてください、読みたいんで多分さいつも見てる人もコメントしてくれてるけど、初めて見た人ってなかなかコメントしないじゃないですか。見るだけとかさ覗いただけとか星集めとかいるかもしれないけど、最近私みんなのコメント読みたくてしょうがないんですよ。コメント読んでちょっとその人がどういう人なのかとか仲良くなりたいなって思ってる、勝手に。ショールームは私の中でみんなとおしゃべりする場所だって考えてるんですよ。メイドさんみたいだって、この服。これはねザラです。かわいいですね。ナーヤンと鬼滅見に行った日に着てたやつ、大きいリボンが特徴的なやつですね。ニットなんであったかいです。あったかいです。見てます、ありがとう。11月8日公演決まりましたね。うん、知らなくてさっきツイッター見て知ったの。嬉しいんだけど。11月8日に公演に出ます。ぜひ見てください。DMM で見てね。よろしく。仲良くしてください。はい、ぜひ。うん、本当にね。なんて言うんだろう。握手会とか今なかなかないですけど、うん、みんなとおしゃべりしてみんなのこともっと知りたいなって思ってますよ。そうで、なんか劇場でミネラルウォーター発売されるらしくて、なんかずっと置いてあったんだよ、マネージャーさんの机の上に。なんかメンバーの顔がプリントされた飲み物が置いてあったんですよ。でなんだこれはと思って、なんかマネージャーさんの推しメンなのかなと思って、自分で作ったのかなってちょっとすごいなって思ってたら、グッズでした。グッズ販売されるものでしたね。びっくりしました。そうそう、ラベルにさ公式写真貼ってあってさ、マネージャーさん豆だなと思ってね。まさかの公式ということで、皆様ぜひ。どんな味するんだろう。なんかさ水にもいろいろ味があるじゃないですか、私そう思ってるんだけど。だから美味しい水だといいなって。ちょっとまだ飲んでないから分かんないんですけどね。え、楽しみだな。みんな喉乾いたなって思ったら、栄とか名古屋で喉乾いたなと思ったらコンビニじゃなくて劇場行ってください。鬼畜だな。いやみんなねぜひ劇場遊びに行ってください。多分もう何ヶ月も行ってないっていう人多いと思うので、
ぜひ足運んでくれると嬉しいですね。300円だって。私たちも公演中に飲むのかな。だと面白くない？誰の水かって分かりやすい。常温なんでしょ。そうなの。なんだ、犬？犬が鳴いてる。全然劇場に行けてないね。私もね、劇場出るときは行きますけど、普段は本当になかなか行かないので、行くときは本当に楽しみにして毎回。え、20人しか買えないのこれ。1人、え、1人につき20本みたいな。無限じゃないんだ。まあそりゃそうか。非常の水道水ですか。いや違うと思います。ちゃんとしたお水だと思いますよ。あ、40人なんですね。40人がゲットできると。じゃあ劇場に遊びに来た人が40人分ってことか。なるほどね。あー、そうなんだ。え、でもこれさ、有料ってことはさ、40人全員が全員買うわけじゃないってことだよね。みんな買ってくれるのかな。ぜひ思い出として買っていただけたら嬉しいですけど。私も欲しい。そう、劇場はソーシャルディスタンスの関係で40人。でも40人でも大きな進歩だと思いますよ。12周年は30人とかでしたよね。ランダムなのかな、どうなんだろうね。いや、さすがに出たメンバーじゃない、公演に。じゃあ公演になかなか出ないメンバーのやつもらえないのか。選べるんじゃない？どうなんだろうね。わかんない。楽しみにしとこう。ね、ランダムなんだ。じゃあ、推しメンじゃない可能性もあるという。なんだ、そうなのか。じゃあみんな楽しみだね。ね、さっきツイッターで知ったからね、まだちょっと把握してないです。そうなのか。楽しみ。運だよね、これ。なんの、推しメン出たら最高じゃない。持ち帰って飾んなきゃ。ランダムは辛い。ランダムね。でもランダムね、わかるよ。だからガチャガチャと一緒やね。出るまでやるみたいな。ゲームのガチャガチャみたいなさ。なかなかさ、推しメンってこういう時出ないんだよね。推しなら箱買いしたい、だって。ルーちゃん推しの人だ。推しなら箱買いするって。まあ確かに水は毎日飲みますしね。料理にだって使えますし、いろいろ使えますよ。すごい、2600人も来るんだ。今は8時15分。そうだな、インスタライブに移動したいんだよな。昨日できなかった。沼だ、だってここはようこそみよまるの沼へ。バランくん、今日バロン私の部屋に入れてみた。バランくん
とねバロンって覚え始めたんですよ。バロン、ちょっと太ったんですよバロン。ニャール沼、バロンくん、バロンくんちょっと部屋から出たいらしい。さっきねカリカリしてたドアを。多分お母さんが好きなのよバロンは。だからお母さんに会いたくて1階に行こうとして、お母さんショールーム見てたらバロン連れてっていいよ。肩までハマった？本当？結構きつくない？肩まで沼にハマったらもう出れないじゃん。あれバランク、バランクかわいい、かわいい、寝そうです。宮丸沼だよ。このショールームを見てるみんなもうね宮丸沼にハマり始めてるんです。え、なんかさ沼以外でなんか表現ないかな、宮丸の、宮丸の、うーん、沼って考えた人すごいね。ああ面白い、沼ってマジで考えた人すごいな。面白いな。あ、クモの巣かっこいい、それかっこいいわ、それかっこいいね。こうやってやってた方がかわいいのかな、リボン見える。おう、宮丸の手の上、ここにみんながいる。お嬢様感すごい、やった、ありがとうございます。今日ハーフアップしてるからじゃない、気づいた、みんなハーフアップしてたんだよ。宮丸の手の上、みんなは宮丸の手の上、これみんな、これみんなね、みんな、あ、こじこじは常に私の部屋の机の上にいますよ。こじこじです、私のこじこじです。近くに猫いますか？いますよ。ちょっとさ寄ってこないとさ、その説は大分コンサートありがとうね、だって。めちゃめちゃ前じゃん、大分宮崎ツアーでしょ。うわー、ありがとうございます。大分か、大分、大分は何やったっけ、ユニット、涙の表面張力かな。か君だけにチュチュチュしましたね。懐かしいな。あ、表面張力が宮崎か。じゃあ、君だけにチュチュチュやりましたね。あれ一生可愛かった。あれ可愛かった。
涙の表面張力はあのイントロがむずいんですよ、ダンス。踊れるかな、まだ。なんだっけ、これサビだ。メイク濃い、何してたの。いやね、普通に家にいた今日なんかね、ちょっと変えただけでやっぱ濃いってなるよね。アイラインちゃんと引いただけなんだよね、ここに。それ以外は本当にいつもと変わんないの。怖い、メイクってすごいね。メイクってすごい。私ちょっと見ない質問ね。私がやってきたそのユニットたちで好きなのありますか、教えてください。ありますか。私はね、何が好きかな。ユニット公演周りです。公演コンサート。私はね、ラグーナの雨のピアニスト大好きだった。あれすごい嬉しかったですね。MP 多いな。花差し、天使の尻尾、劇団様、ブルーローズ、ブルーローズ。私が初めてやったユニットなんじゃない。いや違うわ、スカートヒラリだわ。アメピなんだ。花差しと天使の尻尾多いですね。花差しさよなら、もうどっちもできますよ、赤と青。まさなさんの卒コンの好き好き好きって懐かしいな。あの私今見るとすごいお猿さんみたいで面白いんですお猿さんなんですよね、肌黒いガリガリの、まだ中学生とかの私がピョン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 してるんですよ懐かしい。ウィンブルドン、あーいいね、ウィンブルドンね。研究生の時に初めてやって、鉄腕に出てからもやりましたね。逆転おじさま、うん、逆転おじさま。ブルーローズ最近というか、もう本当に全然やってない。1年くらいやってないんじゃない。赤ピン、はぁ、あ、幻の赤ピンですよね。一回だけやりました、 S 公演の今のユニットの前、変わる前に1曲目にあの赤いピンヒールとプロフェッサーっていうジュリナさんの曲があったんですけど、それをジュリナさんの生誕祭でやりました。ジュリナさんが前半踊って、後半で交代みたいな。懐かしい、やったな。なんかあれ多分マネージャーさん、スタッフさん判断で、なんか踊れるメンバーというか、一人でステージに立っても大丈夫なメンバーがそのランダムで、まあ交代交代で選ばれて披露するっていうやつだったんですけど、私それに全然選ばれなくて、もう超悔しくて。でなんかルーちゃんと横にゃんはもう出てたんですよ、アガピンに。で私やばいと思って、一緒に昇格したのに私だけ出てないみたいな、超悔しくて、マネージャーさんに直接何回も出してくださいって言ってて、でもなかなか出してもらえなくて、でもうユニットが変わるっていうのはその時知ってたのかな、ちょっと覚えてないんですけど、なんかもう、いや知ってたな、その時多分知ってた、知ってました。ユニット変わる前にもうやんないと、いつやるのみたいな、もうできる日ないじゃないですか。だからもうマジでお願いしますって超頼み込んだんです。
わかんない、なんか自分で自分をさ、こうやってパッて見た時にさ、なんか自分の中でできてても人から見てもらった時になんか他の人の方が上手いってなっちゃったりするじゃないですか。私結構そういうこと多いんですけど、そうだから何が足りないんだろうって超悩んでました。いや年齢制限なかったんですよ。年齢制限はなかったけど、中あれいくつ、高1かな、高1中3どうだろう、でも昇格してすぐくらいから出れなくて中3かな、もう悔しくてたまらんかった今だから言える懐かしいな。私はいつもあのコップの中の木漏れ日を踊ってましたね。で途中から眼差しさよならに選んでもらえてやってましたね楽しかったな、あれ大好きなの、あの曲ね結構好きで普段切ったりするんだよね結構。こんばんは、こんばんは、みやまるです、コメントありがとう。懐かしいな、なんかあの曲はさセリ使ったりするからさ、やっぱ移動とかもさ不自然だと変だしさ、ダンスもさ一人しかいないわけよステージの上に、だからすごい見られるしむずいなっていうところで悩んでました。なぎさのチェリー、あーやったね、あーやったやった、やりましたやりました、リオンさんの卒業公演で、なんか私が個人的にそのリオンさんの顔が好きで、顔から入って中身も好きになったんですけど、そうそれをなんかまあ私もそこまで人にすごい自ら喋りかけたりとかできるようなタイプじゃないので、まあショールームとか外へはあんまり発信してなくて、なんとなく好きだなって言ってたらすごい見つけてくれて、それ言ってるのリオンさんが、懐かしい。それで卒業公演の渚のチェリーに出させてもらえてびっくりした。でもあの時研究生でなんかなんだっけな、明日よろしく、明日よろしく今もやってると思うんですけど、あれも回してくれたりとか、リオンさん本当優しいです。今でもたまに連絡取りますよ。てかわいかったあれ、リョハさんとジュナさんとリオンさんに囲まれて緊張してました。ねえ、ユニットってなんかさ、ユニットごとに割と思い出というかあるからいいですね。映像を見て振り返りたいぐらいです。いや私ねちょっといつかやりたいなって思ってるのは、ライブの映像を見ながら振り返るっていうのがしてみたくて、この前12周年の公演、12周年の公演をきみちゃんと振り返ったんですよショールームで。そうけどそれでは画面が見えてなかったのであれだったんですけど、ファンの私は見てたけどファンの方は見えないみたいな感じだったから、ファンの方も一緒に見れる、そういうことがしたいです。ライブ鑑賞みたいな。髪フレのライブをまずしたいんですよ。初単独ライブ、みんなと一緒に見たくないですか。もうみんなさアーカイブ終わっちゃったからもう見れないじゃないですか。いやそれ結構提案してますよ。
集まるってなると、まあ、難しいじゃないですか今。そうやってさ感想を言い合ったりするのもさあったりするので大人数だとなお難しいんですよ。そうだからなんか集まれるようになったらできたらいいですね。諦めませんよ絶対に絶対やりたいもんそれ。もうせめて紙フレだけとかファンの人ファンの人入れるってなるとななかなか難しいんですよね。そうなんかそういうのが DVD のおまけとかになったら素敵だなって思ってる。まあまだ紙フレは DVD 出せるような感じじゃないですけどいずれは出したいですね。目標です。あ、名前呼びの動画は驚きました。驚きました。いただきました。ありがとうございますなんかねこれちょっとこの人だけ名前呼んじゃうのあれなんですけどなんかどそのさ12周年公演のエンドロールでそのファンの方をなんか応募してくれたファンの方の名前を呼ぶっていう企画があったのよ。でなんかちょっと名前引かさせてもらいますけど一人の方の名前がまあなんか女の子みたいな感じで書いてあったのよ。ひらがなで書いてあったからあ女の子なのかなと思って読んだらなんか男の人だったらしくて何々ちゃんって呼んだんだけど違ったらしくて後々そのなんかファンの方がツイートしてるのを見てあーごめんなさいって思ったけどなんか知ってる人だったの名前。そう名前知ってる人だったんだけどなんかスタッフさんがその書いてた紙多分漢字だったから分かるようにひらがなで書いてくれたんだけどそうなんですよね知ってる人だったんだけどちょっと手違いでで私はその人だって把握してるからまあいいんかなって許してくださいねって思ってるんですけどそうなんですよ。まあちゃん呼びまあそうですねこういうのもありかなと思います。記念ですよ記念。そうそうみよまるが間違えちゃった記念。そうそうそうみよまるがちゃん呼びしちゃった記念ですよ。でも絶対印象には残ったでしょ。もう忘れないでしょちゃん呼びいい本当。いやなんかモバメとかも誰々さんっていつも書いてるんだけど誰々ちゃんにいつか変更しようかなとか考えてるんですよ呼び捨てはさすがにないかなって思ってて例えばなんかお試しとかで登録するってなった時にいきなり呼び捨てでメール来たらびっくりするじゃないですか。まれまれみたいなだからちゃんにしようかなとか思ってるんですよね。そう男性も別にちゃん呼び嫌いじゃないですよね。女の子は別にちゃんでいいじゃん。よくないえ、嫌ですか？これからさ3から全部ちゃんに変わったら。まあ3の時もあるかもしれないけど。うわめっちゃいいじゃん。何々丸何々丸はって書くの。かわいいかわいい。それいいね。結構最近さ何々丸さんってつけてる人多いからさショールームとかでもそうしよっかな。丸いいね。それありなんかずっと3でなんかせっかく仲良くなりたい仲良くなりたいとかやってショールームやったりとかしてますけどなかなかさ距離の縮め方って難しいんですよね。違和感ある？嘘ありますか？例えばさ山田太郎さんがメール取ったとするじゃん。今までだったら山田太郎さんこんばんはとかだけど山田
山田太郎丸さん、山田太郎丸こんばんはになるんだ。面白いなそれ、めっちゃ面白いな。めっちゃ面白いなそれ、山田太郎丸やばい。山田太郎丸やばいな。太郎丸っていう名前っぽいもんね。でもそれひらがなで書くから別に違和感はないと思います。え、そうしようかな。ちょっと結構私のメールなんか、なんか私の中でやっぱモバメは個人個人の個性が出てこそそのモバメだなって思ってるんですよ、私の中で。だから私の中のモバメの個性って何なんだろうってすごい最近考えるんですよ。まあ題名は〇〇メールで、最後にはまあある言葉で絶対締めるみたいなとかありますけど、そうなんですよね。丸いいね。ちょっと考えてきますわ。ある日突然始めるかもしれないね。今日なんてさ午前中だっけメール送ったの。1通目は3だったのにさ、この後届くメールは丸になってるかもしれないから。丸続いちゃうから名前変えようかな。あ、そっか、もう何々丸って設定してる人はダメなのか。それはさあれだよね、 SKE モバイルのさ名前の登録ってことだよね。そっか、そうなっちゃうとさ、モバメ以外で名前がパンってなるときにさ丸がつかなくなっちゃうね。そう、丸丸になっちゃうからむずいな。デートメール、デートメールですか。みよまるさんは確認用でなんて設定してるの？あ、そう、私ね、確認用で自分のメール届いてるかなって思って気になるので、一応私の自分のやつ登録して取ってるんですよ。それはみよまるさんですよ。だからみよまるさんからみよまるさん宛にメールが来るんですよ。こんばんは、みよまるさん。みよまるさんは何々してたよってなる。そうなんだよね、みよまるさんはみよまるさんで撮ってますよ、さすがに。そうだよ、そうなんですよね。なんか私結構メールの中で自分のことみよまるさんって呼ぶんですよ。だからみよまるさんがみよまるさんにメール送るってすごい不思議な感じになります。かわいい、ありがとう。やった、可愛いっていうの飛んできたら可愛くした甲斐があります。じゃあ何々丸さんにいつか変わるかもしれないです。変わるかもしれないですね。あ、ねえみんな、自分から来たよ、バロンくん。目の色がかっこいい、イケメンくんなんですよ。うわ、逃げる。目の色はね、ゴールド。かっこよくない？ねえ、バランくん。バランくん。僕、バランくん。ちっちゃくない？まだちっちゃいんだ。そう、まだちっちゃい。って、イナバウアーしてるんだけど。やばくない？バランか、かわいい。抱っこ嫌いです。普通に撫でてる分にはゴロゴロ言うんですけどね。バランはね、座ってる人の膝の上が好きですね。バラン、めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。違う、私の手見てたわ、顔じゃなかった。私ね、バロン本当にね、
バロンくんもうちょい仲良くなりたいなって思ってる。しーちゃんとかゆーちゃんはすごい仲いいんだよね。ソラは結構一匹狼なとこがあるんですけど、ナナちゃんはほんと時と場合による甘えたい時に甘えてきます。猫なで声、私の猫なで声多分怖いんですよえ、どうなんですかね、私ね猫なで声が分かんなくて、お母さんとかすごい猫なで声になると、あ声変わってんなってなるんですけど、私変わんなくて、なんか猫から多分恐れられるような声なんだろうな、苦手。できてんのかな、分かんないです、正解分かりません。どんな感じですか、バロンバロンバロン、これじゃない、バロンバロンくん、これじゃない、これだよね、猫なで声って、え正解これ、ちょっとよく分かんないな、なんか唇紫じゃねバランくん、ん？バランくん？不合格？ごめんなさい。面白い。これ違うよね、なんかこれ私の中ではね、こんなで声なんだけどさ、多分違うんだと思う。ちょっと研究するわ、猫なで声出し方で検索するわ。難しい。もうツートンあげるの？無理無理無理。無理ですね、あざとく、無理無理無理、これあざとい、結構あざといと思う今の。バロンくんは見向きもしません。そうね、自分がさそんなさ甘えた声なんて出す時ないのよ、困っちゃうよねなんか違う、それな、そうなんだよな、そうじゃないんだよなっていうのがある。まあいいんですよ、声が全てではないからね。だってしーちゃんとか、私がしーちゃんって呼んだら来ますもん。しーちゃんはね、お返事猫ちゃんなんです。しーちゃんって呼んだら飛んできますから。難しいですね、猫に好かれるのってしみじみ思うよ、しみじみ思います。人からも猫からも好かれるのって難しいんだなって思いますよ。すごい、これ何語だ、わかんないよ、初見の人が。今どれぐらいの人が見てるんだろうな。なんかさ累計人数表示されるけどさ、なんだ Now で見てる人が表示されないからわかんないですね。中国語、うん、ありがとうございます。服かわいいでしょ、今日なんかかわいいの、フリフリです。今日はちょっとなんか、なんだろう、なんだろう、彼女感というかありますか、あるんじゃない、ニーハオニーハオ、あー分かった、なんかさボカロでさ、なんだっけあれ、なんて名前だっけ、 ER ファンクラブだっけ、 ER ファンクラブだ、それでさ途中で中国語話すよね、それでちょっと知ってるよ、ウォーアイニーみたいなあるよね、ダージャーハオみたいな、違う、違ったらごめんなさい、
それでちょっと知ってる。ボカロ結構聞くんですよ実は。そう、インスタライブだとNowで見てる人数わかるんだよね。結局いつもさ、インスタに飛ぶタイミングわかんなくて、結局ショールームで終わっちゃう。え、発音いい、本当に。発音いいって。私でもね、勉強したいなって最近お母さんと話したんだよね。なんか語学は本当に裏切らないよねっていう話になって、なんか中国語かいろいろ何語でもいいから覚えてみたらみたいな話になって、勉強したいなーとはなったんですよ。でもその勉強もさ、どうやって始めたらいいんだろうっていう、なんか教科書を買って読み込んだところで変わるのかなとか。って思ってます。みんなさ、なんか勉強してますか今。なんか今勉強してることとかありますか。それか昔これ勉強したことあるよとか。英語ね。英語だよね。私さ、中学とかさ、英語が一番苦手だったな。スペイン語とポルトガル語、すごい。それはすごいです。本当にね、その語学の壁を乗り越えてる人って本当に尊敬すべき人だなと思います。尊敬。中国語より英語簡単。そうなの。そうなんだ。そう、NiziU とか、あの NiziU っているじゃないですか、メイクユーハッピーの。見てると韓国語少し覚えますよね。わかる。私実は NiziU 大好きで、みひちゃんが好きなんですよ言ってなかった、これ初めて言った。めちゃめちゃ好きなんですよ実はメイクユーハッピーとか踊れちゃうんですよ初めて言った。そう、みひちゃんのノバディが大好きで毎日聞いてる。実はだから休養って聞いてすごい悲しいです。大好きです。実は NiziU プロから見てました。デビューの瞬間見てました。結構ね、流行りには多分敏感なんだと思います。縄跳びダンス、タン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 、タン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 タタタンタタタタンタタン。 TikTok ね、よく見るね。 SKE の TikTok 見てくださいね。私ね、1個まだ投稿しずに下書き保存してあるやつがあるんですよ。出そうかなって思ってる、いつか柚子がみやまるも好きって言ってたの、なんだよ私が言う前にゆずが言ったのなんで言ってんの、面白いんだけど。うん、TWICE とか結構見てますよ。フィールスペシャルが好きです。あれ毎日聞いてて、一番好きな曲なんですけど、なんかフィールスペシャルの MV が最初ちょっと雨みたいな音が入ってて、だから雨の日に聞くのが好きで聞いてます。フィールスペシャル、晴れの日も雨の日も曇りの日も聞いてますけど実は、いや SK 入るまでは特にアイドルか。でもお姉ちゃんが見てるのを永遠に見てたので、どれだったんだろうな、もうわかんないんです。ちっちゃい時すぎて、小5とか小4小5くらいからお姉ちゃんが見てるのを後ろから見てただけだったので、何が好きだったんだろう。みんなは今ショールーム見てる、みんなはみやまるちゃん推しで行ってくださいね。よろしく。みやまるちゃん推し、
この質問古くない？動物の森の島の名前決めてください。まだ決まってないんですか？まだ決まってないとでいいよ。まだ決まってないと悩み中で、悩み中。そうですよ、私はみんながいないと成り立たないですから。みんながいるから活動できるし、みんながいるからこうやってショールームもできてますし、みんながいないと本当にダメだと思う。ハート。猫かよ。いや私って多分ね、すごい言われるの、猫だねって猫と住んでるからなのかな、なんか猫らしいですよ私の性格、猫っぽいねってすっごい言われる。メンバーにも言われるし、マネージャーさんとかにも言われるし、顔もちょっとさ目とか猫っぽいって言われる。動物の森はなんかさ一時期流行ったけどもうやってない人多いですよね。私ポケモン GO ですよ、最近ハマってる。チュリさんは鳥、うん、それはそう。なんかねラムネの飲み方公演にこの前初めて出たんですよ、12周年の時に。その時にエンジン組むんですけど、まあ私の前にチュリさんがいて、なんかチュリさんが立ってる姿をじーって見てたんですけど、チュリさんって多分無意識のうちにすごい内股になる人なんだなって思って、ちょっとえどう見てんだよって思われるかもしれないんですけど、私が見た中ではなんかすごい足の形が可愛くてキュンみたいな、なんて言うんだろうなんて言うんだろうな、すごい可愛い形 してるなって思いました。普通に立ってるだけなのに可愛いんですよ、内股になっててって思います。癖なんだ、チュリさんは内股でしたね、私は普通ですね。そう思った。私の掃除姿は多分でかってなる、可愛いよりでかいがつきがする。でかいっていうか高い、身長が。えチュリさんは年々若返るんですよ ねチュリさんポケモン GO 友達になってくださいもうこれしか言ってない、昨日のショールームでも言ったこれチュリさんポケモン GO 友達になってください、やめちゃう前に絶対なりたいんですよっていうファンの方を目の前に言ってるっていう謎。私の癖、私の癖は何ですかね、私の癖は髪の毛触るとかかな。で昔は自分のことをミオって呼ぶのが抜けなくて、ずっとミオはみたいな、ミオは何々だよみたいな、ずっと自分のことをミオって呼んできたんですけど、それはSK に入る前にこれのままさすがに世間に出るのはやばいと思って私に切り替えました、ある日。だから中学の時とか、そのドラフトの時まだ自分のことミオって呼んでたんだよ。だから中1から中2の時にいきなり変わったから友達にもびっくりされたけど続けました、私にしました。癖だったな、ミオっていうの。メンバー多いですね。でもさ私がこうさミオって呼んでるの想像つかないでしょ。でもたまにさ、たまに自分のことミオって呼ぶの面白いな、面白いというかいいなと思います。結構自分のこと最近みよまるって言っちゃうんだよな、普通にナチュラルにみよまるはみたいな言っちゃうから、みよまるでいいんかな、みよまる。でも
私がすごいなって思うのは、姫たんが自分のこと永遠に姫たんって言うんですよ本当に面白いんだよな。なんか入る前からだったらしいですよ。 SK 入る前から姫たんは姫たんって呼んでたんだって。私は私、ねえ、姫たんってすごい、ね、姫たんはすごいと思う。あ、面白い面白かった。私は私、みんなはみよまるかな。みよまるって呼んでる？みよちゃんって呼んでる？まあ何でも嬉しいですよ。あ、あとちょっと9時か、早いね、早いわ。みよ様みよ様っていう感じします。みよちゃんが多いね。みよちゃんが多い。野村さん、野村さんって言ってるの。みよまるちゃんにしてくださいみよまるちゃんっていう人結構いるんですよね。結構それも好き。なんかメンバーにみよまるとかみよちゃんとかみよとかいろいろ呼ばれますけど、なんか後輩カミフレのメンバーとかから呼ばれるみよまるさんっていう単語が結構好きで、みよまるさんって呼ばれるのも好き。ファンの方にはみよまるちゃんかな。なんだろう、何が嬉しいかな。みよちゃんもいいな。みよまるちゃん結構好きなんだよな。野村妹なんてもう書いてる人全然いないね。あ、野村って呼ばれる時ある。それ同期、同期が呼んでますね。倉島と、私も倉島は倉島って呼んでるし、マリンちゃんとののちゃんがそうだったな、野村って言ってた。うんだよね、野村は野村なんだよな。何なんだろうね。私初めてです、野村って呼ばれたの。学校でもずっとみおちゃんだったから、野村って呼ばれたな。その同期が初めてだったな。あ、ゆずはね最近みよまるになったんですよ。なんかちょっとさ、ちょっとなんか呼びづらくなったのか、野村からみよまるに変わったんですよ最近。不思議です。何でも嬉しいけどうん、なんか同級生に呼ばれるって感じがする、野村っていう呼び方。ののちゃんも結構みよまるって呼ぶときあった。マリンちゃんはもうずっと野村ずっと野村、変わんない、もう初期からずっと野村。ファンの方に野村って言われるのはないな。わかんない、裏では言われてるのかもしれないけど、私に聞こえないところで野村呼び捨てるんでしょ、どうせ知ってるんだからな。いや、してなかったら本当にごめんなさい坂本じゃないでしょ、マリンちゃんはマリンちゃんだよ。並木さんはノムさん、あ、スタッフさんノムさん多い、多いね多いね。マネージャーさんにノムさんってめっちゃ言われる。やったね、マン懐かしい。もう言ってない。ちょっと前まで私マリンちゃんのことやったねマンって言ってたんですよ。懐かしいねなんでやったねマンって言ってたんだろうな。なんかやっぱ呼び方っていろいろ変わるんですね。
やったねマンとか超懐かしいんだけど無理爆笑めっちゃ面白い、めっちゃ面白い。ケチマルはケチマル、ケチマルはちょっと違うんですよ、使いどころが。普段呼びではない、ケチだなって思ったらケチマルって言っていいんですけどやったねマンちょっと無理だな。もう別にいいよ言えるけど、ちょっと今度行ってみよう、ナチュラルに、ナチュラルにやったねマンって呼んでみれば面白い、そうしよう、うん、それがいい、いいアイデアてかそろそろ終わんなきゃ。はい、ということでそろそろ終わりたいと思います。約6000人の皆様ありがとうございました。このあと9時からゴールデンベッドタイムなので、皆さんぜひ私のカードセットして大富豪してください。みんな今日もお疲れ様、またね。おやすみ、いや寝ないけど大富豪にレッツゴー、バイバーイ。